睡眠誘導剤を飲んで時差調整のために眠るときは集中して眠ります。読書するか寝るかどっちかです。僕は日常のひげ剃りとか自分が使ってるヘアブラシとかそういうのを極力持ち込むようにします。必ずホテルの小部屋であっても広めの部屋であっても窓から見える風景をずっと心の中で描写します。新旧交代とはこのことでしょうか。ロンドンという古き歴史の街におきまして新しい高層ビルと私は二度とこの人生ですれ違うことはないんですよ、さよならとかそういうことをやるのが好きです。必ずどこ行ってもいい。